浩二さん、いつも応援ありがとうございます。そして浩二さんの動画もチャンネル登録121名というふうに私今拝見しました。いや、地道に続けてらっしゃると浩二さんの魅力が受け取れる方もね、増えてくるんだなと思います。そしてコメントがね、結構並んでますよね、いつもね。これも浩二さんの、まあ、お人柄なのかなと、にじみ出るものなのかなと思います。もちろんね、もう200名、300名とチャンネル登録が増えていったりとか、再生数がね、100、1000、1万みたいな増えていくといいと思いますけども、まあ、そこはですね、いきなり増えてもなかなかね、難しいことになっちゃいますんで、まあ、徐々に自分のこの、まあ、手の及ぶ範囲でこう広げていくのがいいのかなと思いますし、まあ、まさにね、数字が先に走るようにならなくてもいいのかなと思うんですよ。浩二さんのいい味をね、出していっていただければと思います。そして今回丸山さんでしたっけね、コメントの方をいただいて、速稼塾に興味を持ってくださるということで、まあ、浩二さんなりに速稼塾ってものがどんなものかお話しいただいてもよろしいかと思いますけども、私の方としては、丸山さんがね、メールアドレスから速稼塾について教えてくださいというふうに連絡が来るのを、まあ、待つだけかなということですね。無理に勧誘するものでもないですしね。そして丸山さんには丸山さんのタイミングや楽しみ方があるのかもしれませんと、私はまあそういうふうに捉えてるんですよね。まあ、メールを打つぐらい、興味を持っていただいたらそれに勝ることはないんですけども、今コメントをね、入れてくださるぐらいで楽しんでらっしゃるなと思ったら、これは浩二さんのね、こう関わりの方が多分まあいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それこそね、小さな相談室に速稼塾について相談したいんですよみたいなのが来るといいですよね。はい、とにもかくにも浩二さん、いつもご配慮いただきましてありがとうございます。もう浩二さんね、本当に感謝感謝です。まあ、背景もいろいろ変わったりね、音楽が結構ジャズっぽいのがね、なんかいいですよね。おしゃれですよね。浩二さんなんかデザインのね、動画デザインのセンスがかなり高いと思います。私はね、すごくいいですよね。本当にありがとうございます。で、ちなみにピアノね、松潤さんと同じようなこの、なんですか、レンガの背景、あれもなんか素敵ですよね。私もね、レンガの背景ちょっとね、憧れちゃったりしますね。まあ、こんな背景ですみませんけど。はい、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。